イオンスタイル笹岡は、福岡県福岡市中央区笹岡一丁目にある大型商業施設である。旧店舗名は、大英笹岡店及びイオン笹岡店であり、大英時代の店番号は0610であった。ネットスーパー取扱店舗。中央区南西端部の上南区との境界部付近、油山観光道路と県道東油山東人線に挟まれた場所に立地する。 店舗の建物は、自動車教習所、マイマイスクール笹岡港との複合施設となっており、屋上に自動車教習所の教習コースを設置している。同様に屋上に自動車教習所を併設している例としては、イオン、札幌草園ショッピングセンターやイオン、横須賀栗浜ショッピングセンターなどがある。近隣の沢楽の旧大英原県に原先が2007年3月8日に、 開業の際には大規模な改装を行っている。2012年4月11日、ネットスーパーの取り扱いを開始した。2015年9月1日、運営会社が大英からイオンストア九州へ変更され、イオン九州が業務委託の形で実際の運営を担当。同時に店舗名を大英笹岡店からイオン笹岡店へ変更。 九州の大英店舗ではいち早くイオンの看板上の交換が完了している。店内の日川側エレベーターは福岡県では珍しく横浜エレベーター製のエレピア2000を使用している。2016年9月4日、イオン笹岡店としての営業を終了。3日間の改装工事と2日間のプレ営業期間を経て9月10日、九州地区では2番目。 福岡県及び旧大英からの転換店舗では、初のイオンスタイルとして、イオンスタイル笹岡に、ブランド転換しリニューアルした。福岡県内では唯一となる、ドムドムバーガー笹岡店が、地下1階フードコートに入店している。もともと、当施設が立地している場所は、自動車学校のマイマイスクールがあった。その後、油山観光道路が整備されるなどし、 自動車学校を併設した s c を跡地に建設することが決まり、ユニードセゾングループ、九州日位、福岡ジャスコが出展の申し入れを行った上で、プランや収支見込みを自動車学校に提出した上で検討された。その結果、ユニードを出展することを決めた。建設するビルの当初の計画は、オークヒルズトモセ線で地上を4階建てだが、一部を7階建て。 1989年着工で1990年完成の見通しであった。1994年に地下1階地上3階のマイマイビルが完成し、下層部に大英笹岡店が出店。マイマイスクールはこのビルの上層部へと移った。マイマイスクールの教習コースは屋上にある。専門店は主に1階に集中しており、1階は 専門店街の面積が大きくなっている。西日本シティ銀行田島支店、インストアブランチ型の店舗出店テナント全店の一覧、詳細情報は公式サイト、ショップリストを参照。ありがとうございます。